たくなりまして、すぐ食べました。お好み焼き。母さん、やすべえさん、ひとりごとさん、バンジョロさん、ひろしげちゃん、ネイビームくん、ギフトありがとう。キュンです、おじちゃん。キュンです、おじちゃん。なんか可愛くなってしまった。のうのうちゃん、ギフトありがとう。アンジュビー、これは今年初めて来ました。去年プレゼントもらったやつかな。え、カップリングもう流れたんですか。聞いた。そして僕は僕じゃなくなる。聞いたよ。おー、公開、やっとこさ公開されたか。わっしょい、わっしょい。初見です、マイカちゃん、嬉しい。 ST48 みなよしありさです。よかったら右上のハートしてルームフォローお願いします。マイカちん、ありがとう。あ、ほなたのラジオで流れ、おー、さすがー、やのぽーちゃんが解禁してくれたんだね。こんばんは。どうでしたか、聞いていただけたでしょうか。私一押しの楽曲となっております私一押し楽曲となっております。見てた、奈々さん。あ、チキかい、さっき一瞬だけ見た。めっちゃ流れた。嘘、そうだ、なんやって。一応しようも自分が歌っとるっていうのもあるけど、そう、ノリノリなね曲で、かっこよい曲で、そうだね。なんかなんて言ったらいいんですよね。なんかアリサはあれだと思ったの、サッカーのワールドカップの曲にありそうって思ったな。最初のイントロの部分とかで、めっちゃなんかサッカーの CM とかに使われそうな。わかる、わかる。めっちゃサッカーワールドカップじゃねえと思って。おもろかった。ひろたた、いちごありがとうございます。ドラマティックな曲。そう、あと LINE で既読無視されるとか、めっちゃ現代の歌めっちゃ現代の歌詞でね、いいね。ソロパートめっちゃわかる。うれしいけど、なんかみんな声、みんなか分からんけど、なんか声が違った気がする。そう、アリサもね、なんか思ってたのと違ったけど、いい曲だ。早く生でお披露目したいですね。踊りも振りもどんな振りになるのか楽しみですし、はははは、こんばんは。間違ってないんだよ、間違ってないんだ、あんたら人間も。いや。注ぎます。水を注ぎます。よし。でも待ってよ、なんか今あれだ、夜しか夜しかの曲が流れてる。どんな歌やったっけ。
ね、だから思い出すね。だから僕は音楽をやめたがめっちゃ流れてる。じゃじゃん、じゃらららじゃらん、じゃじゃん、じゃらららじゃらん。いや、すぐなんか違う曲が流れてたらすぐ忘れてしまう。すぐ忘れてしまう。一瞬、ダダン。めっちゃ音でかい。それではスタート。思い出した。思い出しました。それならいいそうだ、それならいいそう。今すぐにでも君の元へ駆けつけたい。桟橋から飛び込んで海を泳いで渡ろう。たとえ雪が舞い落ちゆう、たとえ雪が舞い落ちようとも、だらららららゆっくりとゆっくりと抱きしなうて。めっちゃいい曲、かっこいいでしょ。それならいいさ、今すぐにでも。めっちゃあのわりかし高音パートを手に入れたのでよかったと思います。そう、序盤の方のね。でもこの曲あんまり低くなかったんけど、序盤の方はだいたいいつも ST の曲は低いじゃないですか。そこの低い部分とかやったら本当にねやばかった。やばかったんですけど、わりかし高いところゲットした。ラッキー。スイチローさん、かわいい、ありがとうございます。キピ、この曲はなんと、なんなんと、なんと言ってもあの劇場版の方に収録されておりますので、まさかのびっくりすることに、なんか髪の毛出てます。劇場版のタイプの方に収録されておりますので、もういっぱい聞いてください。もうメタメタメタンコいっぱい聴いてください。よろしくお願いします。なななななななんだ、劇場版ですせ。劇場版ですせ。はい、迷うでしょ。はい。聞きまくってください。聞いて聞いて聞きまくって、もうなんじゃ、もう歌えるようにしとってください。もう完璧に完璧に歌えるように。お話し会もう一枚追加しようか悩み中。おお、お話し会も受け付けております。皆さん、なんと、なんと言ってもお話し会再販、ラスト再販中です。じゃじゃん、 ST48 のお話し会6枚目のお話し会、なんと言っても再販中です。これラストですね、明日までなんですけど、ラストの再販中となっております。ラストですよ皆さん、これを逃してしまったらもうないです。もう終わってしまいます。ピエーン、ラストチャンス取るしか。
ですね、おすすめはやっぱり感謝枠になってるこのツーショットが撮れる7部と5月5日の2部と、じゃーん、こちらの方に貼っております。サイン会の日も激推しです。3日とも別々というか3日とも違う生写真にサインを書くそうなので、そう、ぜひ3種類揃えてください。皆さん3日とも、まあ、バラバラっていうか違う絵柄なんですかね、違うあれの、そう、生写真に採用するので違う種類をゲットしてください。皆さんよろしく。普通のお話し会はですね、こちらの金ピカがついてる5月1日と7月3日パリピ猫浴衣の日がおすすめです。明日の13時まで、それを逃してしまったらもう終わりです。ラスト再販よろしくお願いします。ピースお待ちしてます。夏に会える会もあります。そして僕は僕じゃなくなる。クリちゃんバラありがとう。チャートリコへ申し込んだよ。おー、ひな祭りですね。ひな祭りの日ですね。ありがとうございます。当たりますよ、チャートリ愛があれば。ちゃみちゃみ、チャートリ愛があれば。トゥルルトゥトゥルトゥルルトゥトゥル。お時間と完了ありがとう。5月2日も追加したありがとうございます。リアルお話し会ね、抽選ね、抽選のやつか、抽選のやつも当てちゃってください。そこに愛はあるんか。4月3日撮ったって出た。おっと、4月3日わっしゃい。はえ、初で一発目、ん、4月3日ってな、一発目よね。おー、初日やん。6枚目初日やないか。楽しみ楽しみです。ハレハレハチ公様、花束、ナミさん、ハートありがとう。うん、ラスト再販よろしくお願いします。あとあの社員になれるやつも明日までです。皆さん、あの紙はどこに行ったんやっけな、こん中か。あったー、じゃん、重なってない、じゃじゃん。こちらのアリサ社長の元で働く社員さんを募集するっていう企画なんですけど、そう、まさかのアリサと一緒にお仕事ができるという、アリサの社員になれるチャンス到来、これは明日までです。はい、もう皆さんやってエントリーしていただいたと思うんですけど、まあもちろんのことでね、そう、皆さんエントリー済みやとは思うんですけど、一応ね明日までとなってます。これ明日の多分日付が終わるまで。そう、23時59分59秒までだと思うんですけども、
明日までとなっておりますので、まだだった方、もしまだの方がいましたら今すぐ瀬戸内ライブラリーで検索してみてください。よろしくお願いします。ツイッターでも拡散してますので、よかったら拡散希望なのでよろしくお願いします。ガチの本名でエントリーしてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。みんなこんな機会はもうありませぬ。明日の締め切りを逃してしまいますと、もう多分再販みたいな再エントリー受付とか今のとこまだ決まってないのでね。はい、今のとこはまだ決まっておりませんので、もう明日までにエントリーを済ませておいていただけると嬉しいです。ぜひ再募集みたいな、再、うん、もう2月10日終わると終わりです。終わりなのでね、ぜひ。大変です。これを逃してしまうよりは今エントリーよろしくお願いします。マリーナ生誕祭の公演登録発表、明日マリーナの生誕祭の発表か。みんな当ててね。当たりますように。当たりますやん。エントリーできてるのか不安。そうですね、それならいいそう。今すぐにでも君の元へ駆けつけたい。桟橋から飛び込んで海を泳いで渡ろう。たとえ雪が舞い落ちようとも。タラララ、めっちゃいい歌だ。今すぐにでも。あれ？あ、そういうことね。お、エントリー受付完了できてるような気がします。気がします。私は。エントリーできてるような気がしたよ。安部さん、だるまありがとう。サヤモンさん、ハートありがとう。こんばんは。こんばんは。その曲は私のオリジナルソング、そうですね、歌唱力ナンバーワン決定戦決勝戦に進んだ7人6人での歌になります。オリジナルソング、劇場版に収録されております。オリジナルソングになっております。転職可能です。私のところでよければ。うお、サイモンさん、ハートありがとうございます。ヤスベさん、だるまありがとうございます。パッパッパッパン。入社式でも近頃、今年中今年が終わるまでにはアリカンで働いて、
天職ですよ。もう天神神天天神職。就職活動中、就活中なんですか。就職したい。ぜひうちでお引き取りしましょう。ぜひうちで働きませんか。イエイ。アリカンいいね。略してアリカン。アリカン、うん、ただ実力じゃ1位。それは嬉しいけど、そんなことはない。全然そんなことはない。水ーありかん。アイドルが天職よ。私嬉しい、嬉しいですけど、うん、でも向いてるか向いてないかはわあ分からなくなるよね。うん、そう、アリさん向いてなかったかもしれん。うん、サヤモンさんチョコギリでもいいよ。母さんありがとうございます。思い出すな、間違ってないね、間違ってない、あんたら人間も。苦しさも人生もどうでもいいんだ。広島に住んで3年。おお、そうなんですか。ええー、ところやろう。ええところやぞ。広島、うん。ダイナソー、いちごありがとう。ナンバーワードだね。うれしい。うれしすです。アンジュさん、こんばんは。初見です。ありがとうございます。ST48、広島県出身の16歳、アリちゃんことみどりしありさです。よかったら右上のハートをポチッと押して、ルームフォローお願いします。ありがとう。カラコン野郎、ハートサージカルさん、ダルマ、ありがとうございます。そういえば。本日のこの配信は9時まで。9時までとさせていただきたいと思います。いつもより早く終わります。申し訳ないです。うん、そういえばこれをバレンタインっぽくしようって思って持ってきた。うん、よっ。明日までにやらないけないことがあるんです。すいません。うっ。え、なんでこっちに両面テープがついてるわけ。どういうことだ、説明しろ。カラコンやろう、だるま、ありがとう。これをこう貼って、こう貼って、バレンピンクから赤にしたいなと思います。STU48 とは瀬戸内48のことです。AKB48 の姉妹グループ瀬戸内48です。よろしくお願いします。また充電器の接続が悪い。
明日までにね覚えなきゃいけんことがたくさん。やばいやばい。ストーチ法廷です。とりあえずどうしよう、このアリサってやつを外す。まあね、これはいらんね。テレビに出るですか？そうですね、たまにテレビ出ちゃいます。先ほど僕じゃなくなるね。でもよかったです、嬉しい。表題曲にしたいぐらいでした。ありがとうございます、嬉しい。でもアリさんも表題曲はもちろんいいんですけど、表題曲でもおかしくないぐらいいい曲だと思います。でもあっちのあのサングラスデイズっていう1期生とドラフト3期生のみんなでのカップリング曲、夏曲、初めて夏曲があるんですけど、そっちでもそれが表題曲でもいいなってぐらい結局どれがそう表題曲だったとしてもいい曲だと思うでも瀬戸内舞台のやつがまだ分からん、アイス聞いてないんやけど、聞きましたか？うん、サングラスデイズが表題でも僕が僕じゃなくなるが表題でも最高やったと思う。ではここに貼りましょう。じゃあなんか折れてる、こっちがわけわからん。こっち側が折れてるんですけど激おこ、うわ、下も貼らんと折れてるからダメだ、ボコンってなって。ここら辺ゴリゴリゴリ、お、いいんでないですか？からの、このピンクのカーテンを一回おさらばします。で、僕が僕じゃなくなるも解禁されましたイエーイ、ぜひ聞いてくださいね。こっちも折れてる、なんでだ、もうちょっと、まあいっか、ここでも。なんか変？ちょっと考えましょう。さよならカーテン。さよならカーテン。もうちょっとこっちか。ここぐらい。やー、こんばんは。いや、え、これなんだ、後ろのやつが剥がれてる。にゃほーやめ、テープバレバレ。じゃあ
いかな。ちょっと並べとってもいいか。味だ。疲れてきた。おいと。にゃほん。硬いんだよね、これ意外と。これを。ほら。画鋲で通過させるのは至難の業です。どうですか？いいね、アンバランスハートが。味が出てるんじゃない？で。でからこんな時計もあるよね。ちょっと待ってよ。このこれもういらんな。これ一旦いらんな。いやで、でですよ。鬼鬼どうしよう。鬼どう思いますか。これも一回いらんな。いや、これをちょっと斜め風にするやん。斜め風にちょっとして、唇を立てる。ここにメガネを、メガネ全然見えなかった。悲しい。こういう感じ。よし、どうですか。ギリでもいいよ。いちごありがとうございます。でどうするかというと、なんかアンバランスだな。アンバランスにしたんですけど、わざと。アンバランスすぎんか。こうちょっと画面画角をこう若干変えたとしても、なんかバランス悪いな。まあいっかよ。でどうしようかね。これは貼らずにここに置けばいいのか。ここに置けばいいね、このハートはね。いいんじゃない。こうだね。でこの時計はちょっと欲しいなって思ってるんですけど、どこに置くべき。ここ。こっちだったら変よね。やっぱ真ん中か。真ん中に。どうやってつけるんだったっけな、これ。ここら辺。引っ掛けるんやったっけ。え、どういうこと。やったでいけた。ちょっとこっちにすればいいのか。どうですか、バランス的には。よいしょよいしょ。まあまあいいと思います。まあここにアイサーが来たら、まあ時はまあ見えなくなる時もあるけど、一瞬。このアリサはもうどけてもいいけどな。まあ味よ味。
神楽。鬼のお面があってもいいね。メガネが落っこちた。いいんじゃない、バレンタインっぽくなった。ちょっとピンク味があった部屋をちょっと赤を足してバレンタインっぽくしました。シャラララ素敵にキース、シャラララ素直にキース、シャラララどうピースこっちのハートよな、やっぱりもうちょっとこっちの方がいいかな。これがなんか切れてない。このハートが切れてるのはまあそんなに気になりゃしないね。そうだ、やっぱりもうちょっとこっちにしよう。寄りすぎてる。硬っ。あ、分かった、これこのまま移動すればいいんじゃんこのまますればいいんじゃん。ここら辺ですか。どうだどうだどうだ、よし、いいと思いますバランス的にちょっと寄らせた。これをいいんじゃないでしょうか。どうですか、ラブをたくさん感じかわいい、嬉しい。明後日の木曜日よろしく。おー嬉しい、ゆっくり話そうね、話そうね。お母さんハートありがとうございます。こちらバレンタイン仕様になりました。今日からバレンタイン仕様ということでバレンタインやの、そうチョコばっかり売ってある。チョコの誘惑チョコの誘惑やばすぎません、この世の中の。なんということなんでしょうか。11日よろしく、よろしくお願いいたします。11、13とあるよね11、13、20とかやったっけ。2月はいっぱいありますね、お話し会。11、13、20、21で、あれ4回、チョコのトレイ白いコビダイス、あれやばいよね、あれはやばいぜよ。5枚目シングルは1、2、3、4、5、あと5回か。19、あ3日連続11、13やったら19、20、21、3日連続なんですね。なるほど、ふうさんハートありがとうございます、ありがとうございます。チョコのトレイ、平日続きます。平日ありがとう。まさかの、あその日はあれだ、まさかのお化け風だね、お化け風三角のここにつけて待ってます恥ずかしい。チョコキッチャーバンジョルさん、ハートありがとう。ここに三角つけて待ってますので、ぜひ突っ込んでください突っ込んでいただけたら嬉しいね。あ、今日肉の日ね。なー
んちゃって肉食べたよ。なんかお鍋、お鍋でした今日は。鍋の中に入ってる豚肉ちゃんをいっぱい食べました。やばーい、やばちゃん、やばたんたん。こっちもお化けになるそうだね、お化けメイク。顔が真っ白でもいいよ顔真っ白でもいいですよ。こんばんは。ベーコンしか食べてない。ベーコンまあ肉っちゃ肉はてな、はてなって感じだね。お肉っちゃお肉。なんなななななな、うん、日焼け止め塗りまくろういいね。顔真っ白けっけっけの血色が何にもなかったらお化けお化けだ。一人焼肉したマジか。いいな、いいな。まだ何も食べてないってどういうこと今日まだ何も食べてないって、もう9時ですよもう今日が始まってすごい時間経って、もう終わり、今日が終わる時間の方が短い。やばいね、それは死んでしまいます。でも思うにさ思うに、そう一日何も食べんかったぐらいじゃさ、しないよねと思うんですよ。ありさ、そうすぐさ、そう食べんかったら死んでしまうっていうね、あの思考に至るんですけどそうちょっとぐらい朝ごはんを抜いたって、昼ごはんを抜いたって一日食べんかったぐらいでしないよね。うん、そうなんですよ。うん、生姜焼き食べたよ。いいね、生姜焼き、生姜焼き。そう、なんか一日だったら余裕だったらないよね。昼ご飯食べてない、アリサ死んじゃうとか思ってしまうんですけど死なんて、死なんよって感じよね。そう、うん、水だけで結構持つものよ。やりたいやってみたい。一日何も食べてるのはちょっときついな、きついけど口癖だよ、死んじゃう、死んじゃうわって。うん、一日一食おすすめです。なるほどね。そう、4周年コンサートまでマジで、マジでねそうダイエット開始だよ。うん、みんなすごいね、みんなさすがっす。ああ甘いものなかったら生きていけない、確かに。アイス置き換えみたいなそう、なんか昔なんかのんちゃんがそれで痩せたって言ってたな気がする。なんかもう何、その朝ごはんとか、朝ごはんは分からんけど、お昼ごはんと夜ごはんをアイスに置き換えるみたいなそう、炭水化物とかなんかいろいろ摂取したら300キロカロリーぐらい取ってることになるやん、お昼ごはんとかで。それならもうアイスだけ食べて300キロカロリーぐらいを取った方がいいんじゃねっていう思考に至ったらしくてお昼ご飯をアイス1個に置き換えて、夜ご飯をアイス1個に置き換えてっていうやつやって、なんか痩せたって言ってた、アイスダイエット好きなもので痩せる、好きなものだけ食べて痩せるみたいな。うん、そう、いい、わかる、胃が大きくなるの、わかる。せっかくなんかちょびっと食べた、全然お腹いっぱいならんかったのに、そう こんだけの量でお腹いっぱいになるわ、胃が小さくなったって思っても、なんか今日はめっちゃ食べようと思っていっぱい食べたら
意味なさすぎる。ダーッて私がでっかくなるから。かゆゆゆ幽霊だけで呪ってあげてね。そうですね。チョコパイ、チョコパイいいね。エナジードリンクあんま好きじゃないアリサ。エナジードリンクはあんま好きじゃない。オロナミン C ぐらい。オロナミン C はめっちゃ好きやけど、オロナミン C か、それ以外はあんま飲まんねえ。なんかでかすぎません、その何、レッドブル。レッドブルモンスターとかこんぐらいの缶じゃないですか。一人で絶対飲みきれんよ、蓋閉めれんし。あれはオロナミン C やったらちっちゃいし蓋閉めれるし、そう、あの持ち運びもできるけど、閉めてね普通に持ち運びできますけど。味濃い、味濃いし炭酸やばいし、あれはもう太りますっていうよに太りますってなんか言われとる気がする。この飲み物は太りますよってこう言われてる気がする。オロナミン C とポカリを混ぜて飲んだら美味しい。え、どんな味になる。大福の日なんですか今日。服大福食べてないですね。いちご大福か八朔大福が好きです。大好きピッ。ふーさんハートありがとう。一瞬で飲み私オロナミン C、 いやわかるけど。確かにわかるけど、おろしい、おろしいで、あれさ、満足、満腹ぷくぷく、満腹マンですわ。ふーさんかわいい、ありがとう。みちょにビールは不思議な味だった。やっぱり、やっぱみちょはもう炭酸水が一番いいんだよね結局は。でかびた。でかびたもな。なんかさ、この前あのジンジャーエールをね見つけてスーパーに売ってる。そしたらなんかえっと遠くから見たらね、なんか焦ったんですけど、こう液体の部分と、そう下の部分に分かれてて、そう下の部分になんか塊がねこうあったんですよ。分解みたいな、分離、水と塊が分離しとって、えっまさかあれ砂糖砂糖とあれで分かれとんかなって思ったんですよ。の半分ぐらい砂糖みたいなね、あのあれが沈んどって、えジンジャーエールってこんなに、この 500ml あったとしたらこの半分ぐらい砂糖でできとんかと思ってめっちゃ焦ったよね。でもなんかよく見たらなんかすりおろしなんとかこうとか書いてる。すりおろしなんとかのジンジャーエールでから、なんか何かをすりおろしたやつだった。果実みたいな、全然砂糖じゃなかったんですけど、そうビビった、あれ砂糖かと思った。砂糖と飲み物でこう分解上と下で分解されたのかと思った。こんなカロリーあるんかって思ってた。違った、安心安心。生姜なんですかあれ。生姜なんか、なんかをすりおろしたやつだった。焦ったよ。あ、飲んだ新しいやつ。そうパッケージも確かよく見たら違ったし、色も全然違った普通のジンジャーエールと。色も全然違った、つぶつぶ入っとる。いや、なるほどね。
マジで焦ったあれは。武道館ライブの時なんだ。いいね。生姜のこと。ジンジャーエール、生姜エール、生姜ソーダってこと。生姜、生姜のソーダ。テレレテテテレテレレレレレ。みちょりビール意識高いんだ。確かにビールは飲めんけ、試しては見れんけど。当たり前、当たり前、試しては見れんけど。でも絶対アリサの予想ではみちょはもう炭酸水で飲むのが一番おいしい。ジンジャーエールかメロンソーダの2択。あーでも分かる、ジンジャーエールは取ってしまう。カラオケでもアイスは意識高い系女子を見せかけたいんでジンジャーエールは取るんですけど、ウーロン茶か水を取る。絶対そう、ウーロン茶か水をこう2個ぐらい持って最後ジンジャーエール1個だけ持ってくる。そうなんですよ、4年したらビール飲める。それな、早いね。言うてあと4年したら飲めてしまう。やばー、やばん、やばんな気合。やばいよね、あと4年したらビールダメ。水、炭酸飲めなさそうな家なんでやねん。でも確かに炭酸は嫌いって言っててね、飲んでなかったんですけど、でも全然余裕で飲めるっていうのは気づいて。なんか炭酸、小学校の頃はさ、炭酸が多分嫌いっていうあれやって飲んでなかったよあんまり。だけどなんか炭酸飲んどったらかっこいいじゃん、なんか。炭酸持っとったらなんかかっこよくない？それを飲みよったらかっこいいと思って、なんかファンタとか試してみたらめっちゃ美味しかったっていう。でもコーラは嫌い、ありさ。ファンタとかカルピスソーダとかジンジャーエールとかは好き。だけどコーラはあまり好きじゃない。コーラゼロとかコーラ好きじゃないっす私。シュワシュワになんでやねん、シュワシュワに溺れちゃう。 DK 言わないで炭酸だよ、マジ子供だな。子供だな。公演終わりにビールかっこいいねそれ、公演終わりに乾杯。すごい大人じゃん、かっこいい。みんなやっとるんかな。知らんけど、お家帰ったらやってるんかな。でもそれが楽しみになるよね、大人になったら。夜一人で夜の楽しみになるんですかね。映画館でコーラ飲まんなや、飲まんにゃ。映画館はジンジャーエールかウーロン茶。ジンジャーエールかウーロン茶ですね。紅茶ね、紅茶もあんまり好きじゃない。ありさ、紅茶は大人すぎる。紅茶と、まあ、コーヒーもそうだけど、紅茶は大人すぎて飲めんやった。アールグレイ
アールグレイフラペチーノ紅茶味のやつも、あれは苦手な味やったな。まだ子供や。紅茶とコーヒー飲めん。ほんまや。57分ありがとう。だいぶいい。お酒飲む見届けないと。見届けてくれるんですか。あと4年後やな。4年後も5年後も10年後もよろしくお願いいたしやしみんなよろしくお願いいたします。家にいるとずっと紅茶飲んで、おっしゃーん、おっしゃーん、紅茶女子めっちゃおしゃれ、いいな。紅茶の紅茶を美味しいと感じれる人にいつなれるかな。マンジェルさん、あとありがとうございます。じゃあ今日は早いんですけども、もももも早いんですけども、そろそろキャッチフレーズをいきたいと思います。スワゾゾン、アリちゃん推しになるのはアリアリアリサゴ推しゴー、ピピピピン。はい、ありがとうございます。高校1年生の16歳アリちゃんことミニオシアリサです。よろしくお願いいたします。にんありがとうございます。そう、今日は明日までに覚えないといけないことがありまして、そう、早めに終わりたいと思います。ありがとうございます。すみません。ではギフトを読みたいと思います。キュンです。おじさん、母さん、パンジャラモンスターさん、ふーさん、ヤスベンさん、カラコンやろう、サージカルさん、ダイナソー、サイモンさん、ヤスベンさん、ナミさん、ハレハレ、あ、ハレハレハチコ、クリちゃん、キュンですおじさん、スイチローさん、ヒルタンタン、ナオナオちゃん、キュンですおじさん、ネイビームくん、ヒロシゲさん、パンジャラさん、ひとりごとさん、母さん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位ヒデさん、12位ヒデジローさん、11位カンちゃん、10位ユーゴーさん、9位キズナックさん、8位ヒゲノマサさん、7位パンジャラモンスターさん、6位ひとりごとさん、5位サージカルさん、4位フーさん、3位総一郎さん、2位サヤモンさん、1位はよ、1位はヤスベンさんです。ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。よし、ではお知らせを2つしておきたいと思いますじゃじゃーん、 STU48 6枚目シングルお話し会が最後の受付となっております。最後のラスト再販中でございます。 STU48 のお話し会、監視枠を出していただいた3日と18日と5月5日のツーショット写真が撮れる部と、それとはまた別の日でサイン会がありまして、このサイン会もね、3つとも別々の全部違う生写真にサインをしてお届けをしてくださる予定になってるので、そう、全部全種類ぜひぜひ揃えてみてください。あとは普通にお話できる部もまだまだありますので、みんなよかったら6枚目シングルでいっぱいお話しして、もっとアリサのことを知っていただきたいと思います。みんなのことももっともっと知っていきたいと思います。母さん、ハートありがとうございます。明日の13時までで全ての受付が終了になりますので、皆さんこの機会にぜひ
今すぐポチポチしたらまだ間に合いますこの機会にぜひお話ししましょう。お待ちしております。あとはこちらも明日までです。ありさの社長の下で働く社員さん募集、この社員になるためのエントリーも明日までとなっております。皆さんエントリーしていただけましたでしょうか。2月10日明日まで、明日が終わるとこれはもう再受付みたいな、再販みたいなことはしないの、しない予定なのでね、明日が終わった時点でまだやってなかったとしてももうできるチャンスはないかもしれないですので、今がおすすめ今がおすすめです。明日のもう日付が変わるまでぜひありさと一緒に働きたいと思っていただけた方は瀬戸内ライブラリーで検索して瀬戸ラブ会員になっていただいて、ありさの投稿にコメントよろしくお願いします。ではこちらじゃないこれで今日の配信は終わりたいと思います。見てくださってありがとうございました。ありがとう。また明日も配信いたします。見てね。それでは早めに終わります。申し訳ございません。また明日、バイバーイ。ありがとうございました。